兄ちゃん、最近ガスエルンルンやな。ああ、とうとうもケソンケソンにやっつけたことやし、おまけに首都にもなったからな。せや、うちええことを思いついたぜ。ん？どんなことや？うちがいろんなとこしばいて、とうとうみたいな植民地協賛作ってく、名付けて、大阪インペリアリズムや。なるほど、そりゃおもろいな。ってことで、次のターゲットは、四国四県、あんたらや。さあ、おとなしくうちの植民地になってもらうぜ。ああ、冗談じゃねえわい。うちらを放棄にする気もいや。はっはっは、かげうすなあんたらがうちにしのごの言う権利やおまへんで。そなんこと言うなら、うちもさぬきうどんは日本に来や。なんならうちのようなもんねんやき。うちのあらおどりも忘れんといて。すすす、そんなんじゃうちにはかなわへんで。何せうちは日本の首都やから。いい加減にしてよ大阪、四国のみんながかわいそうでしょ。なんやとうとう、あんたもあんたで周りのやつらしばきまくったやろ。てかもううちの植民地やから、うちに逆らったらたたちゃおかへんで。ごめんなさい、おとなしく大阪すさまの言いなりになります。すすすすすすす、これで邪魔者は消えちゃったで。さあ四国、今からボッコボコにしばいたるで。いやこんなそれだけは問答無用。ドンズー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 ズやった、これで四国はあんたのもんやな。つ、うちにかかればこんなの楽勝や。なんせうちは日本の首都やからな。この調子で他の県も仕掛けるとええな。ああ、大阪インペリアリズム、まだまだ止まりませんで。